リバと遠藤批判、海外ファンもみ消す。カイセドイズ、ベタータンヒム、彼よりカイセドの方が優れている。リバプール公式 X での遠藤を称賛する投稿に対して、リバプールファンが X にて何気なく反論した内容だが、これに対し多くの海外ファンが反論、批判の的になってしまったようだ。ナイスジョーク、この男を笑いましょう。一体、どこのチームのことを言っているんだ？あなたのチームで、9ゴールの責任を負った、ノイズ・カイセドとは異なり、渡るは、私たちに失点を引き起こしたことは、ありません。寝ている時だけ彼より優れている。はい、でも、遠藤には、1億、1000万も、かかりませんでした。もっと試合を見るべきだ。遠藤の活躍は比ではない、今シーズンの統計を、チェックしてください。カイセドが彼よりも持っている、唯一のものは市場価値だ。それは失点のことを言っているの？カイセドの方が失点が多いね。遠藤は優れている。今やチームのエンジンだ。知らないのか？私は遠藤が好きだ。これからも試合を見続けるよ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。